これは茨城産さつまいも。ね、ルースカはさ、さっきグーグー眠っているみたいだから、そこにいる奥様にさつまいもを分けて差し上げたいと思います。さあ、お芋食べましょう。ね、こっそり食べちゃえばいい。ね、だってさ、あのホコホコしてるから美味しい。ね、どうですか、グースカのちょっとツバ、はい、美味しいでしょう。ベロじゃなかったみたいだね。はい、じゃあ答えを教えてください。ありません。もう一度チャンス、もう一度お願いします。さつまいも、さつまいも、皆さんさつまいもでいいですか。じゃあ拍手をお願いします。あれ、みんなさつまいもを取っちゃったのはいいんだけどさ、怪獣グスカのお目目どうなってる。お兄さんの方からは見えないけど、起きちゃった、起きちゃった、起きちゃったって声が聞こえるんだけど、起きちゃった、ね、起きちゃった、グスカ起きちゃったんだ。ちょっとお兄さんが近づいて見てみるね。てて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 、てあー大変だ、こうなったグースカはみんなの食べ物を欲しがってずっとソララに残るつもりだ。大変だ。はい、たった一つだけ方法があるんだ。さっきさつまいもをもらったお友達がそれをちゃんと元通りにしてお口の中に入れることができたら、グースカは眠ることができるんだって。みんな、勇気のパワーまだ残ってる？残ってたらお兄さんのこの怪獣グースカのお口に入れてくれるかな。うん、できる？あ、ありがとう。ね、じゃあレッツゴーでこの口の中に入れて。はい、タンタラタンタンタン、ガガガガガ、反対だ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 。はい、それでは勇気あるお友達にもう一度拍手をお願いします。はい、はい、ではグッさん、ちょっとしばらくお休みしててください。じゃあさっきのお友達、前の方に来てください。とっておきのパワーで頑張ってくれたので、今日はサービスをしてこのペッパーのキラキラパークと、それからこちらのスカワシールも差し上げます。どうぞお家に持って帰って遊んでください。どうもありがとう。もらったら帰っちゃった。はい、どうもありがとう。あれぐらいじゃないと平成はね、生きていけないですよね。はい、どうもありがとうございます。そちらのお二人にも今日協力してくださったのでね、ちょっとつまらないものだけど、ちょっとまらないものですけど、シール入ってるから、あのここに素敵な人が乗ってますので、もしよかったら、はい、後で見てみてください。三輪明宏さんのモノマネなんかもしてるんでね。はい、どうもありがとうございます。それではさっさと行きますね。長くなってしまったので、続いてのコーナー、ペッカーコーチのダンスダンスダンスのコーナーだよ。まだシールがもらえるチャンスはいっぱいあるよ。さあ、体操が上手なお友達、近くにやってきてね。今日はなんと、ペッカー、どういうものだったっけ。ずっとお兄さんばっかり喋らせて、ペッカーは。はぁ、ようやくお弁当食べ終わった。はい、食べ終わったのね。はい、どんな体操だか教えてください。ピンポンパン体操です。ピンポンパン体操は簡単だから、お兄さんにちょっと教えてあげるね。なになに。うん、あ、そうなんだ。そんなに面白いの？お尻を？そう、そんな風にするんだ。わかった。じゃあね、お兄さんちょっと教えてもらったからね、ピンポンパン体操をそのまま流すと4分ぐらいかかっちゃうんで、1分最初の頃のところをみんなで練習して、それで誰が上手か
ベッカー審査員に見てもらいましょう。ベッカー審査員、ここでちょっと見ててください。この辺でいいかな。お座り、お座り、よし。はい、じゃあベッカー審査員見ててください。誰が上手かね。はい、それではお兄さん、ちょっと前に持ってくれるんで、ピンポンパン体操はこんな風に踊るよ。今日はこんなところを教えたいと思います。簡単だよ、みんな保育園のお友達も小学校のお友達もやってみてね。ゲレ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 ピンポンパンパン、ゲレ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 ピンポンパンパン、ゲレゲレゲレ。最初のこの決めポーズが大事。はい、これじゃあやってみようかな。はい、1分ぐらいの体操なんで、お父さんもお母さんもちょっとリズムに乗って体操してみてください。では、運動部の体操。